おはようございます、すの久保です、はいえー、改善しながらね結果に近づいていくということと結果が出てもさらに改善することによってもっと良くなるっていうところがありますけどもこれっていうのはね私たちみたいな個人事業主だけでなくて、まあ、大企業とかね大手一流企業といわれるところも常にこれをやってるんですよね例えばソフトバンクの IR 情報なんて見てるとまだソフトバンクっていう会社の可能性がたくさんあることに気づけるんですよ、えー、例えばね 今今年年のの取り組み、今後10年の計画こういったものがあるとするじゃないですかすでに達成したこととか困ってないことはこれからの取り組み課題とか計画にならないと思うんですよですんでいろいろやってきたけどもコンプライアンスとか情報の大切なセキュリティのことですかああいったこととか社員の教育もしくは従業員の満足度向上みたいなねまだまだ取り残された課題がどん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 見えてくるから 今後はそれに取り組みますっていうことを表明してそれに対して評価してくださった株主さんがどういうふうにまたね売買につながっていくかとか取引先がどういうふうに変わっていくか融資の枠がどう広がっていくかひいては事業に挑戦できるフェーズが変わっていくのかなっていうところがあると思うんですよつまりソフトバンクですら改善を繰り返していってさらなる高みに立とうとしているいろんなね組織内の矛盾とかを 一つずつ紐解いてもっといい会社100年200年続く会社になろうとしているってところが見て取れるのかなと思うんですよつまりはものすごく優秀な会社でも取り組んでいることがあるのに私たちはそんなね超一流の会社じゃないですよせいぜい自分が食べていくだけの本当に売上金額の小さいところを狙ってるまあ500万とかね1000万とか2000万とか年間そんなもんでしょ年間で数億円いこうなんて思ってないわけですよ行く必要もないですしね ませいぜい2、3千万の年少、年収があればうまくやっていけると思うんですよ。ということはソフトバンクほどは改善しなくていいわけですよね。そう考えていったら楽であるとも言えるんですよ。さあ、それでですね、まあ、自分には手持ちのカードがないっていう方とか、先日、昨日ですけどもね、えー、結構こう、お金の状況とか悪くなって、体調も悪くなって、今はちょっと何もできない状態なんですと。つまりは手持ちのカードがない状態なんですというふうに思っている方に対して私は、 言いたいたんですけどもピンチなな時ってそれがカードなんですよねう自分には信用もお金も何もありませんチャンスがありませんといった方にも私はアドバイスしたことがありますけども自己破産をした時っていうのはそれまでにどんな経路をたどって最終的に自己破産になっちゃうのと途中はどんな心理状態だったのかなとかで離れていった人とかはどうなのかな。逆に 助けてくれる人はどういういうに見えたのかな自己破産の手続きを請け負ってくれた方はどなたですかとか自己破産をしちゃったっていうふうに告白できるような仲のいい人は私以外にはどんな人がいましたみたいな感じで今後も私たちビジネスマンもしくは通常ね会社員として生きてる人誰にでも自己破産する可能性があるんですよ。そうなったら既に自己破産しちゃった人から学ぶことって多いと思うんですよね。 だから成功からも学べるし失敗からも学びたいで今失敗っていう言葉を言いましたけども学んだ瞬間にそれはもう失敗ではなくて一つの成功事例になるんですよもしくは復活事例ね失敗からどうやって回復していくかつまりは学んで入れさえすればゲームセットはないんですよゲームセットは唯一生きることをやめた時なんですよこれは回復不能なんで失われた生命ってのはもうねあのなんですかね クレイジーダイヤモンドっていうスタンドでももう戻ってこないんですよね。ゴールドエクスペリエンスでも戻ってこ,ってこないでしょう。つまりは宇宙が一巡して、まあ似たような生命が生まれてくるまで待たないといけないということなんですよね。はい。まあそれで私が思うんですけども、あの、自分が何もない時でも、じゃあ、開き直って自分にはどんなことができるでしょうかっていうふうに発信することによって呼びかけることもできるんですよ。 でそこからは反応がないかもしれませんけども少なくとも私は吉谷さんに「すいませんこの動画見てください」って言って私は何もありませんっていうようなね表現をした時に無反応かどうかをちょっと想像してもらいたいですよねで実際昨日連絡してくださった方は何か反応あるんじゃないかなと思って私にメールをくださったんですよ、ね、もうお金もないし人脈も信用も何もないとね私から見ると、まあ、当面この人からお金をもらうことはできないだろうなと思うの 当然その方も想像していたでしょうでもそんなこと関係なく何か自分に問題が持ち込まれた時に自分にはそれをね解決する能力があるかどうかっていう自分への挑戦っていう風に私は切り替えるわけなんですよでそうするとその方の問題に取り組むことがそれが私のノウハウにプラスワンになるわけですよね。まあ、そう考えていくと持ち込まれた他人事も自分事なわけなんですよ。で全ててを自分ごとって捉えるか それとも全部自分には関係ないっていうふうにその場では楽だけども結局うんちょっと意味の薄い人生を繰り返すのかまあビジネスをしている情報発信をしている人ならどんなことでも取材するネタになると思った方がいいでしょうねそれこそ近所で生まれた猫の赤ちゃんからビジネスをどうやって生み出すかってことまで考えていく発想するのが今置かれている状況で最善を尽くすってことではないかなと思うんですよさあいろいろと申し上げましたけど今回はねじゃあ うん、最善を尽くすということでもありますし改善をするということでもありますしね前回「善」っていうテーマでお問い頂きましたけども今回も改めて「善」というテーマで締めさせてもらおうかな。じゃあいってらっしゃい